必要としません。それを手に入れるためには献身、忍耐、そして愛が必要ですが、それだけではありません。いわば運命からの特別なプレゼントですが、優しい気持ちを失うとたちまち跡形もなく消えてしまいます。ロシアのある小さな村で農場を営んでいた一家の物語です。当時は2頭の雌牛、1頭の雄牛、8頭の豚、多数のウサギを飼育していました。ある夜、雌牛が出産し、1頭の子牛が生まれました。素晴らしい子牛で、チョコレート色の大きな輝く目には好奇心と喜びがあふれていました。飼い主のイリーナさんが牛小屋を掃除している間、8歳の娘ナスチャちゃんはそばでうっとりと子牛を眺めていました。あまりに夢中になっている様子なので、イリーナさんは心配になりました。というのも、この子牛は少し大きくなったら売りに出す予定になっていたからです。その時、一家の愛犬シャリックが牛小屋に駆け込んできました。シャリックはまだ子犬だった時、家のそばで捨てられているのを小さなナスチャちゃんが見つけ、家で飼いたいと両親に頼み込んだのでした。一家に拾われなければ、小さな子犬が寒い通りで生き延びることはできなかったでしょう。陽気で好奇心旺盛なシャリックは、農場に新しく加わった仲間に興味を持ったようでした。子牛の姿を見ると、すぐにそばに行ってクンクンと匂いを嗅ぎ始めました。ナスチャちゃんはイリーナさんの心配をよそに、夢中になって子牛の頭を撫で始めました。そうこうしているうちに、子牛にバンチクという名前までつけました。数日が経つと、子牛は牛小屋から出て柔らかい草の牧場に出るようになりました。最初は慎重に、少し不安げに足を動かしていましたが、すぐに慣れ、やがて子牛はしっかりと歩くようになりました。そうなると子牛は喜んでナスチャちゃんとシャリックと一緒に走り回るようになりました。このトリオは毎日朝から日が暮れるまで一緒に過ごしました。ナスチャちゃんが腰を下ろすと、すぐに子牛も隣にやってきて座り、頭をナスチャちゃんの膝の上に乗せます。続いてシャリックも走ってきて、そのそばに座ります。こうして少女と子牛と犬は一緒にイリーナさんが準備したロールパン、リンゴ、ソーセージなどの美味しいお弁当を食べるのでした。しかし、ついに子牛を飼い手に引き渡す日が決まりました。ナスチャちゃんはひどく落ち込み、涙を流して両親にその契約を取り消すように訴えました。しかし、約束は約束です。簡単に破棄できるものではありません。引き渡しの日が来ました。朝からナスチャちゃんの心は激しく動揺していました。状況がわからないシャリックは心配そうに、ただナスチャちゃんの後をついて回りました。農場に買い手が到着しました。バンチクを見るなり大喜びで、素晴らしい商品だと言いました。この言葉も少女の心を傷つけました。シャリックもようやく状況を理解し始めたのか、ナスチャちゃんに同調して頭を高く上げ、悲しげな声で遠吠えを始めました。これを見て両親も買い手も当惑しました。子牛の目にも涙が浮かんでいて、今にも泣き出しそうです。買い手の人々は少し相談し、両親に言いました。この子牛は素晴らしいですが、もし連れ帰れば一生後悔することになりそうです。今回は諦めましょう。イリーナさんは困惑して、買い手に終始謝り続けました。しかし、買い手の人々は意外にも優しい人々で、一家に丁寧に別れを告げて農場を後にしました。こうしてバンチクは無事農場に残ることができました。両親はただ微笑んで、娘と動物たちの友情を見守りました。バンチクはほとんどの時間をナスチャちゃんとシャリックと一緒に過ごしていたので、徐々に牛らしくない行動が目立つようになってきました。全体的な振る舞いは牛よりもむしろ犬のような印象を与えました。好きな遊びはボール遊びと
草原での長い散歩でした。ナッシャちゃんへの接し方もまるで犬のようで、強い忠誠心を持っていました。ある日の散歩で、仲良しトリオはいつもより遠くまで来ました。そこには川が流れていて、草がそよ風に揺れるとても美しい場所でした。シャリックはバッタを捕まえたり、蝶を追いかけたり、忙しそうに軽快に駆け回っていました。バンチクは草の中に座って一休みし、ナッシャちゃんはデイジーとヤグルマギクで花輪を作りながら、空を流れる雲を眺めていました。静かで幸せな時間は、通りかかった少年グループに台無しにされてしまいました。一人ぼっちのおとなしそうな少女を見て、彼らは大喜びしました。一人の少年がナッシャちゃんの麦わら帽子を取ると、仲間内で投げ合いました。ナッシャちゃんは帽子を取り戻すために、帽子を追いかけてあっちにこっちにと走り回りました。それを見て少年たちは意地悪く笑いました。ナッシャちゃんの目からは悔しさで涙が溢れました。少年たちはどんどんと盛り上がり、ナッシャちゃんに嫌なあだ名までつけてからかいました。忠実な犬がすでに助けに向かっていることにも、一休みから目覚めたバンチクがそろりと立ち上がって怒った頭を向けていることにも全く気づいていませんでした。すでに大きくなっていたバンチクは、大きな額で少年たちに強力な頭突きを食らわせ、シャリックは彼らのズボンに噛みついて脅かしました。完全に予想外の反撃に慌てふためいた少年たちは大急ぎで逃げ出しました。家に帰ったナッシャちゃんは両親にこの出来事について話しました。両親はとても心配したと同時に、素晴らしく献身的な友が我が子のそばにいてくれたことを心から喜びました。次の物語も負けず劣らずの興味深いものです。孔子のジェームズはハッピーヘンズ&ハイランズという牧場で生まれました。しかし出生時に脳に損傷を負ってしまい、反射神経の一部が機能しなくなりました。オーナーのホプソンズさん夫妻はジェームズを救う決心をしました。まず彼らはジェームズを家に連れて帰り、自らの手でミルクを飲ませました。数週間にわたり2人は付きっきりで子牛の世話をしました。子牛に力がついてきたので、彼らはジェームズを群れに戻そうとしましたが、ハイランド種の牛たちはジェームズを受け入れてくれませんでした。仕方がないのでジェームズは別の場所で飼育することになりましたが、意外にもそこで犬たちと仲良くなったのです。しかも犬たちと友達になっただけでなく、ジェームズ自身が大きな子犬になったような状態でした。犬たちに囲まれながら、ジェームズは生きるために必要な様々なことを学んでいきました。例えばジェームズは尻尾を振ったり、何でも噛んでしまったり、飼い主の顔を舐めたり、元気いっぱいに走り回ったりします。ジェームズは犬のような振る舞いをする奇妙な牛になってしまっていたのです。ホプソンさん夫妻は頭を抱えました。性格は優しいものの、巨体のジェームズを家のそばに置いておくか、食肉処理場に引き渡すか、あるいは何か他の選択肢を考え出すか、いずれにせよ先のことを決めなければなりません。ちょうどその頃、牧場で2頭の子牛が群れから追われてしまいました。この2頭はジェームズと年が近かったので、夫妻はジェームズと引き合わせることにしました。思惑通り3頭はすぐに仲良くなり、一緒に行動するようになりました。同時に夫妻はジェームズ専用の SNS アカウントを作り、写真の投稿を始めました。これはたちまち大人気になりました。インスタグラムを見た人々の中には、ジェームズを買い受けたいという人もいましたが、ホプキンズ夫妻はそのような申し出を全て断っています。今ではジェームズは彼らの立派な家族の一員だからです。今回はここまでです。このビデオが気に入ったら、ぜひいいねを押してください。ではまた次回お会いしましょう。